はい、さあそれでは、祈りからしたいと思います。はい、最初の音はどういう音で出すって言ってましたかね、皆さん。どんな音で出すか聞いたことない、うん、最初の音はね、そうそう、一筋の光ね、はい、そこに向けて最初の C の音を出します。皆さん C の音ください。3、はい、ここにほら光が一つあるじゃないですか。そういうなんか木漏れ日なんですけど、その光に自分の音の焦点を当てる感覚です。もう一度、私の手、まあ、ここが光だとして、ここにみんなの音を集めましょう。3、はい、光だったのがどんどんこの光たちが集まってきて大きくなっていく感じです。しのれー、ちょっとここから焦点を一点ではなく少し的を広げてください。やってみましょう。球場説明、しのれー、ツー、スが広がります。
最初からいきます。最初からと今のこの違いを感じながらみんなで見てみましょう。はい、まず1点の光からです。この時私が指揮をするので、まず最初私の顔見てください。楽を覚えてなくても最初ね、ここですよって合図出すので、そこを見ながらね、そこに当てるっていう意識で楽譜見てくださいね。いきましょう。じゃあ今までゆりさんに音を届けてみましょう。
願いします。さあ、それではゆりちゃんお願いします。はい、お願いします。ゆりさんもみんなと合わせるのは初めてなんで、はいはい、練習しながらね、はい、やってみましょう。でも大丈夫です、すぐできます。はい、ダンス一番最初はピアノから始まります。で、あの始まるよ合図どうぞってこう指揮が出すので、それを見たら皆さん C からいきます、ね、まず日の筋 の、 あの光が見えるような前奏筋トレ注文多いです。ちょっと違うの、はい、全然違ってない。Thank you.
よし、いいですね、これでこんな感じでいきましょう。なんで、最後の部分は式を見てほしいので、覚えておいてください。み、ね、伸ばしのみ以降から式を見てくださいね。よろしくお願いします。はい、次、ありがとういきます。お水飲み方ちょっと飲んでくださいね。
結局に歌う人ちょっとずつ増えてるので、ね、結構たくさんで歌えるんじゃないですかね。よかったらいいですよ、今日の曲で。しずきの町で生まれたクスノキ、まだちっちゃかったクスノキですね、はい、800年から900年前に向かって吹くんです、一番最初の音。だから楽譜見て一生懸命そこで吹いてたらダメですよ、そんなじゃない。
昔ね。はい、もう一度いきます。ピアノの前奏でその世界観に入ってください。はい、深呼吸しながら足の裏から吸って、の音でクスノキを全員で包むんです。なので一番最後の音をどうするんでしたっけ。そう、気合い入れてねドーファーファードってみたら最後息足りなくなるので、ドーファーファード、ドーファーファードドーシー、一番最後の音を光らせるイコールね、だんだんそこに一番根っこ張っていくんです。一番最後の音に目標的目標を置くというかね。はい、やってみましょう。まあドファファド3、はい、ドファファド。Yeah.
その伸びる音の上にレイが乗っかるんですね。もう一度、3、はい、ラShe loved me, 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 loved me,
じゃあこれ私も。ではシブ音符でちょっと刻む方が歌手だけど、今は歌うはい、じゃあ喜びのタレにしましょう。お水飲んでください。バスの方一人で渡してください。途中から AC2 が入ってきます。で、喜びの歌自体のメロディーは何回ありますか？全部で4回あります。で、2回目からバスが入ってきます。はい、で、基本のメロディーはもう多分皆さん見なくても吹けると思うので、 AC1 の方はメロディーを吹いてるときはね、一生懸命楽譜見ないで、もうこれ楽しく吹くっていうのがね、脳が大切かなと思うので、はい、完全に前を見てください。これが席になります。あ、いまーす。ピアノからです。Thank you.
からほら早くなるじゃないですか。そこからもうね楽しくやりましょう本番ね、はい、もうなんかあの一番この曲が最後にやる曲で、あのみんなでここ来てよかったこれで、ね、最後やりきって終わるっていう曲なんで、もう最後間違ってもいいから楽しくやるのが大切かなと思います。で、多分ある位置の方も余裕はちょっとあると思うんだけども、バスの方とか、まあ、今日は一人だけど休みのところとかはね、もう自由に踊ってください。昨日のクラス練習したらなんか回ってましたね。楽器はね、こう手拍子でちょっとお金の持ってるからちょっとあれなんだけど、手拍子以外でなんかよかったら、でいやそんなに言われてもできないっていう人はまっすぐだけ立ってなかったんです。何もしないで立ってたら逆に目立つんですよ。みんな動いてるのにその人だけちょっと軽くね、もうしゃあないなと思うようにしてでやるのと、あと顔ね、怖い顔でこれ、ね、皆さん動画撮るんですよ、ね、これ一生残るのでね、もし最後一生懸命真剣に見てたらそれちょっと恥ずかしいかもしれない。どうしよう、みんなで楽しくそうそうそう、今の笑顔でね、もうあれって気まででもいいから無感度を思ってもいいのか。宮司さんも早いところから太鼓叩いてもらうと思いますし、うん、であの出演者のね、他のゲストの方にもこんなタンバリンとかなんか持ってもらって、だってみんなで最後クライマックスみたいな感じでちょっと盛り上げて終わればいいなと思ってるので、はい、楽しくね。特にそうしどれみんべになったら怖いんですよ、顔見あそこが必死になってるじゃん、なんか戦いに行くみたいな顔とか一番そこ楽しいところパーッパーッて軽く言ってくださいやばい、みんなこうちょっと重たいと思うんです表情がね、はい、もうそこだったらよしと思っていい顔で服って書いてくださいあの一度3曲全部つないでてやってみようと思いますので、少しだけ2分間休憩してからやります。もしトイレ行きたい人いたら行ってくださいね。でお水飲んで整えてからもう一度やりましょう。